はい、今回ですね、イチロー選手とね、マリアノ・リベラ選手の対決をね、再現していきたいと思います。具体的に言うとね、2009年だったかな、イチロー選手がね、結果的にはね、サヨナラホームラン打ったっていうシーンなんですけど、9回2アウトでね、裏ですね。で、イチロー選手とマリアノ・リベラ選手が対決して、初球のね、カットボールだったかな、てかほとんどカットボールしか投げないんだけど、それをね、いきなりもうライトスタンドに叩き込んでね、サヨナラホームランっていうね。なんで、ちょっと初球をね、打てるかどうかわかんないんですけど、ちょっととりあえずね、サヨナラホームラン打ってみたいと思います。でね、設定の方なんですけど、で、普通で、フェードにしました。もうさすがにきついかなってことで。で、アシストもね、なしにしてます。で、ここでね、どれだけいけるかっていうのをやってみて、ちょっと無理出そうだったら、ちょっとね、難易度を優しくしよう。はい、とりあえずやっていきます。でね、もうカット狙うから、ちょっとね、下、あ、これはボールですね。これはしょうがない。ちょっと横にね、カーソル横にしてカット狙いで行くか。でね、ミートアシストついてないからマジできついんだよね、これ。結構練習したんだけどさ。これはね、ちょっと、やばいね、マジで。1年ぐらいかかりました。あ、こういうこと！あ、こういうこと！あ、こういうこと！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 マジで行ったぞ！や、山。マジか。これマジで言うと、3日ぐらいやってたんですよ。100回ぐらいやったから。やばいやばい、なんか優勝しちゃったんだけど。すごすぎるだろ、これ。俺すげえ。録画したらやっぱりいいかもしんない。そういうのあるかもね。マジか。こんなことある？これ一発目だよ、マジで。怖っ。あんな打てなかったのに。しかもあれ、カット、ミートアシストなしですからね。本当に、ボンダの山。これやばいな、マジで。動画1分ぐらいで終わっちゃうかもしれない。一瞬で動画作成できたんだけど。これはえぐいえぐい。あ、これでね、他の動画のね、作成にね、専念できますね。最高だわ、マジで。いや、めっちゃテンション上がってきた。なんか。出落ち感半端ないな、ちょっと。やらせっぽくなっちゃってるわ、逆に。いや、本当にびっくり。これね、試合を、設定をね、もう、2アウトね、2塁の段階で、マリアノ・リベラ選手とね、イチロー選手が回るように、まずセーブしてね、そっからやってるんで、結構何回もできるんですよ。それでやったにもかかわらず、めっちゃ流すやん。いかがだったでしょうか。マジで本当に、少しね、ミスするっていうね、流れからの成功っていうね、動画の構成にしたかったんですけど、本当に終わっちゃったんで、多分これ以上撮れないんでね、これで終わります。いや、他にね、ちょっとこれ短くなってね、かなり他の動画に割けるんで、時間が。ちょっとね、2日連続でも出そうか。そもそもね、動画出すのがすごい久々なんでね、申し訳ないんですけど、ちょっとね、忙しくて、少し時間なくてね、まあこれから、まあ、別にぼちぼちね、上げていくんで、ぜひとも見ていってください。はい、ということで、以上です。